はいどうもこんにちは、シュンと申します。今回のデイリーミッションなんですけど、プレイヤー大きさアップ、属性強化っていうのと、敵の弾が大きくなるっていうことで、どっちも大きくなるシリーズなので、ちょっとね、どんな感じかてか、自分が大きくなるって今まであったっけっていう。まあでかいっちゃでかいね。まあ敵の弾が大きくなるから、まあ、普通に避けづらいよねっていうだけの話なんだろうけど、ああ、でかい。なんでやねん。はい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 。あ、なにこれなにこれ。わあ、邪魔邪魔邪魔。あ、普通に障害物やん。これ普通に、あ、危ない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 。いらないから。まあ、ロケットかな。あ、じゃあこの障害物うまく利用すれば、ここにいたらさ、ああ、抜けれんのか。抜けれんのそこ。ちょ、待って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 。ここにいたら、よろしいのでは。ここ、ああ、あかん、あかん。ここいたら強くない？ここ強くないですか？だってここ、あ、やばい気がする。あ、やばい気がする。あー、これあれだ。あれが強い気がする。破壊の力が強いぞ、これ多分。破壊の力強い説。今はちょっといらない。お前、中ボス、中ボス。エリート。はい。できればクナをね、最速でスーパー武器にしたいんですけど、あ、もうやだ。そんなに大きさ感じられないな。大きい。多分ね、本人がプレイヤーのこいつが大きいから、弾の大きさがそんなに大きく感じられないっていう。俺このレーザーじゃなくてあいつが欲しいんだよな。いや、じゃあサッカーボールにしましょう、じゃあ。サッカーボールにして、あいつが来てほしいんだよな、俺は。あれ、ガーディアン。ガーディアンが欲しいんだよね。やっぱガーディアン強いからさ。来ないなぁ。来おへんなぁ。来んかったかぁ。じゃあ、火炎瓶かなぁ。はい。まあ、しょうがない。区内を最速で、スーパー武器にしたいんだけど、できない。うわ、なんか変なやつ来た、変なやつ来た、変なやつ来た。大きくなってるこれ。大きく感じられないんだけど。まあ、ボス戦入ったらわかるかな。ボス戦入りゃわかると思います。ここに立てこもって、こう上向いて、あれだけしてれば多分、余裕で勝てる、これは。破壊の力で。籠城、多分籠城できる気がする。はい。おぉ、お前誰？俺知らない、俺、お前のこと知らない、俺。はいはいはい。オッケー、簡単。これ、よしよし、まあ3つはね、まあ、安牌。よし、で、これで、あれが来れば、来い。いやー、来ないんだよな。補助スキルが来へん。来た、よし。で、来ない、来ない、来ないかな。来ないかな。うわー、来ないてほしいんだよなー。来ないてほしいんだよなー。はい。まあ、雷発生器も強いからね。よし、これで多分来ないが。よし。オッケーだ。よし。オッケー。はい。はい。移動スピード上げて、今回のミッションは簡単な方じゃないかな。ノックバックしないとか、威力が上がる系とかはちょっとね、きついもんがあるんだけど。おい。まあ、正直もここで、こうですね。ただこの障害物に、こう、区内とか全部の武器が届いてないですよね。届いてないですね。完全に阻止されちゃってるから、これ場所が悪い気がするな。あ、待って、危ない、死ぬ、危ねえ。ちょっとこれ、範囲攻撃を強化した方がいい気がするな。ここにいりゃいいんじゃねえのっていう。ここほら、ここ強くない？ここめっちゃ強いでしょ、ここ。あー来る。あ、でも来るけど、区内がやってくれるから大丈夫だ。いや、ここ無敵でしょ。ここ無敵だよ。みんなここ無敵ですよ、デイリーミッション、今回。すごい、サッカーボールが、サッカーボールがプルプルってなってる。これ、ここにいたら勝てるんじゃね？待って、
え、お前破壊してくんの？あ、破壊してくるは知らんわ。破壊してこないでよ。うわー、来た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 。復活すんの、復活すんのお前。あー、よし。もう近づけないっしょ、これ誰も。いや、ボスがこれ、障害物破壊してくるのはびっくりするわ。ほら、誰も近づけてこない。ほら、誰も近づけない。俺に誰も近づけない、この。強い。あー、粒子ボールがなかなかやってくれてますね。はぁ、あ、はぁはぁ。粒子ボール。さあ、ボス戦だ。うわぁ、誰マジでわからん。はい。でもこれ、ここそか、崩されるのか。うわぁ！待ってくれ、ちょっと待ってくれ。あ、でも死んだ。オッケー。あ、今回のデイリーミッション簡単。ちょ、もう一回やっていいですか？ちょっとね、破壊の力でやらせてください。うわ、でかっ！俺でかくね？よし！12,500！ はい、5,000、2,500。いいね、2万。いいね、でかい。あー、これでもな、レンガしちゃって。たらあれだしな、これブーメラン貫通するんかな。ブーメラン、いやでもな、俺ブーメラン好きじゃないんだよな。はい、火炎瓶、これは貫通するわ。これは貫通するのか。これもうずっと上向けてたら勝てるんじゃねえのって。あ、待って、これ見つけたわ。この壁に打ってたら永遠にこれ勝てる説、これ永遠に勝てる説出てきましたね、これ。これだって、ほら。これ、ここに打ってたら、死ななくね？来た！出た！はい。ブラックホールの新しい使い方。あー！ちょ、やめて！ほら、あ、ほら！皆さん、ほら！見て！ほら！来た！今回の、てか、俺がステージ知らないだけで、これ上に行けば行くほどこういうステージ出てくるんかな？わかんないけど。俺今ね、まだ20しか行ってないんで、わからないんですけど、この障害物は普通にあるのかな？進めば進むほど。そこら辺ちょっと教えていただきたい。これでしょ！もう完全にこうでしょ。だって敵の弾うんぬんじゃないもん、これ。ほら、あ、ほら、もう俺に近づくやつ全員死ぬみたいなね。いや、もう完全に俺に触れたら怪我するぜーだよ、これ。あー、いいよ、もうダメ。あ、もうダメだ、これ。あ、これで、あと上向けて。あー、ドリアンでしょ？うん、とりあえずドリアン。ドリアンと、うわー、じゃあサッカーボール。破壊の力ね、いや、強いんだよ。俺ね、嫌いじゃないのよ、別に。破壊の力はね、嫌いじゃないの、俺。嫌いじゃないんだけど、苦手意識がちょっと強いというか、とりあえずもう破壊の力の効果範囲を広げたい。よし。はい。破壊の力全部でいきますね。とりあえずこれで。ドリアン。うわ、でかい！破壊の力でかい。はい。破壊の力。はい。いや、死なへんでもこれ。はい、破壊の力。はい、ビーン。さあ、よし。エクリプスドノバ。もう、サッカーボールをリフティングしてますね、ヘッドで。いやいや、もうこれもう、ボス以外もこれ誰も手出しできないでしょ、これ。動かざること山のごとしですよ。これ完全に山戦法。俺に触れただけで死んじゃうからな。なんかもう、ブラックホールに吸収される前に死んでる、これ。エクリプスドノバになってないわ、そういえば。違う。これ、あれ、充電、強電バッテリーに持って帰ってるんだ、そうだ。忘れてた。あ、やばい。危ね。あ、待って。危ね。これ破壊してくる系やめてほしい。まあ、コイン獲得にしとこう。これ。痛い、やめて。俺が嫌いな、俺が嫌いな理由、これね。はい、そっちの方向向かないとダメっていう、めんどくささが嫌いです。攻撃
撃力上げてもいいんだけどな、攻撃力上げちゃうか。もうエクリプスドノバーに全振りしたいんだよね。攻撃力上げます。他のあれはもういいです。宝箱ゲットすればエクリプスドノバーに絶対なるから、これで攻撃間隔減らして、じゃあもうエクリプスドノバーにして、攻撃力上げて、攻撃力上げて、まあ、サッカーボールにして、またサッカーボールにして、攻撃力上げて、いや強い、いやもう強すぎる。その方向向かないとね、やってくれないって。これ自動追尾がいいんだよな。もう申し訳ないんだけど、これ自動追尾にしてほしいんだよな。なんかあれでないのかな、そのエクリプス、その破壊の力専用のなんか装備品みたいな、なんかなんか狙い撃ちしてくれる、近づいた一番近い敵に狙い撃ちしてくれるみたいなね、そういうのあってもいいんじゃないでしょうか。梅さん、クナイ以外が基本的にオート照準じゃないから、オートエイムじゃないから、やっぱクナイになっちゃうよね。やっぱクナイの方が楽だもん。逃げてりゃ勝てるんだもん。逃げてや、さあ来い。やめて、そんな強くないから、今回そんな強くないから。よし、あ、待って、お死にかけやん。はい、サッカーボール、はい、量子ボール、よし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 、はい、もうほぼ動かなかったね。ありがとうございます。はい、というわけで、デイリーチャレンジの、どっちもでかくなる、プレイヤーと、敵の弾がね大きくなるっていうチャレンジでしたけども、よくわかりませんでしたね。障害物があれば、あの破壊の力がめちゃめちゃ強いっていうことがわかりましたね。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。さよなら、バイバイ。